映画が大好きな私が過去に見た作品を記憶にある限り大体な感じで紹介します。ネタバレ、うろ覚え、設定間違い、適当な説明、ざっくり感などを含みます。キャラクターの名前なんて覚えちゃいません。あらかじめご了承ください。苦情は受け付けない。相当心配しているほったらかしの電話。殺人鬼の男が家族を皆殺しにして女に迫っている。やってくる警察。男は捕まって病院に入れられることになった。わはは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 は。怪奇相当人間。1971年のアメリカの相当なホラー映画。タイトルとパッケージの相当な感じで借りてしまった映画。相当関連の映画はいくつかあるみたいだが、私が見たのはこれだけです。全くグロいシーンもなく、相当人間も相当チープ。相当人間の結合部分はタオルで隠されているし、特に相当な SFX も使用されていない。果たしてホラー映画のカテゴリーでいいのかも疑問。監督も出演者も相当知らない。相当勉強不足で申し訳ない。物語は相当相当好きの科学者が相当動物制作に飽きて相当人間を作り出し、大変なことになる映画。作品自体は相当面白いわけではないが、相当つまらないわけでもない。一見ツッコミどころが相当多そうだが、特に期待も裏切らず、突拍子がないわけでもないので、いまいち大きくツッコミきれない、煮え切らない作品。相当暇な時にはもってこいの作品かも。相当ダジャレばかりで申し訳ない。どなたか相当詳しい方は情報ください。それでは相当なネタバレ。相当のどかな草原。事故に遭って子供のままの知性の男とその父親、実験をしている科学者とその妻と医者時代の友達。科学者が実験ばかりしているので妻は友達に相談。なんと科学者は相当の動物を作っていた。怪しげな助手と共に次は相当人間を作りたいと思っている。友達に妻には内緒ねと念を押す科学者。相当なマッドサイエンティストね。病院を逃げ出す殺人鬼。科学者の家にやってきて子供の男の父を殺し、妻をさらっていった。ショットガンで殺人鬼を撃ち、妻を助ける科学者。子供の男が父の死を受け入れられないので薬で眠らせる助手と科学者。相当仲良さそうにしてたのに。殺人鬼は死にそうなので子供の男の体を使って相当人間を作ろうと提案する助手。相当ひどい助手だね。大手術の末、相当人間にされる子供の男と殺人鬼。数日後に目覚める二人。すぐに状況を受け入れる殺人鬼は体の主導権を握る。相当リアクション薄いね。夜中に暴れていたので奥さんにバレる相当人間。バレたので奥さんを拘束してしまう科学者と助手。やっぱり相当マッドサイエンティストだね。逃げ出した相当人間は車でイチャついている若者を何人かぶっ殺した。担当刑事は若者の証言を全く信じる気がない。薬が切れてきたのか頭が痛くなってきちゃう相当人間。警察は捜査チームを作って殺人鬼の調査。相当人間を仕留めに行く科学者たち。出してもらった奥さんも後を追う。全員昔事故のあった炭鉱に集合するぞ。そして物語は相当な展開に。星3つ。終わり。